ロケットと筒いいっすよね。迫力超ありますね。いいなぁ、バンパーいいなぁ。これやばいでしょ。すごい、なんか細かいところもこれ彫ってあるのかな。おしゃれー。うわー、やば。やっぱアメリカンタイプもいいね。うん、スピナーすごいですね。スピナーすごい、これ激しい激しい。こういう作りもいいな。すごい、うん、すごい。これはね、昼間走ってても全然こう目引くよね。なんだあれって。これも結構時間かかりましたでしょ、ここまでやるのに。もうなんだかんだ10年近いですかね。仮装するのにも結構時間かかりそうな、細かい箱パーツ多いですもんね。作ってて、前出しとかやってて、自分の車はこうじゃないぞと。多分戻りますよ。行った時にどっか路面がちょっと違うなと。ああ。で一回シェフラーで外して、もう一回直そうかなって。新しい感じでいいっすよね。いや、めっちゃめちゃかっこいいっすよ。覗いちゃうよね、ここで。こう。どこまで見えるのかな。マットペインターズ。わー。見えますか。見えない。こういう形もなかなか。ほら見えない。こういうとこもね。おお、トランスフォームしてる。かぼちゃ、うおー、やばートランスフォーム。すげえ。あ、こっち側からも開くんですね。そうだね。すげえ。ここもここもね、腰まんべんなく。これはすごいっす。